はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年12月の16日木曜日、現在時刻が8時08分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日は注目の FOMC 米連邦公開市場委員会、こちらの政策が発表されました。日本時間の本日未明16日の朝4時の時間帯ですけれども、 FOMC の声明が発表されました。その内容ですけれども、 FRB は2022年に3回の利上げを想定しているということ、そして量的緩和の縮小テーパリングですが、これは2022年の3月に終了させるということでございます。FRB 米連邦準備理事会は15日に FOMC 米連邦公開市場委員会で米国債などの資産を購入する量的緩和の縮小テーパリングですねの加速を決めました。終了時期の想定を2022年の6月から2022年の3月へ3ヶ月間前倒しし、2022年中に計3回の政策金利の引き上げを見込むということでございます。2022年に3回の利上げをするということですね。インフレが長引き、1ヶ月前に始めたばかりの緩和の縮小テーパリングですけれども、それを早める異例の軌道修正に迫られたということでございます。パウエル議長ですけれども、会合後にですね、記者会見を行いました。そこでですね、インフレ率が目標の 2% を大きく上回っていると述べ、物価の安定を守るとも訴えておりました。利上げはテーパリング終了後とし、利上げの条件となる最大雇用へ労働市場が急速に進展しているとも語っておりました。テーパリングの終了ですけれども、利上げまでそれほど長い時間の遅れはないだろうとも話しておりましたね。物価は押し上げている供給制約が徐々に解消されることに引き続き期待を示しつつも、高インフレ定着しかねないリスクに対応するとも強調しておりました。 FRB の保有資産縮小に関してはまだ何も決めてないということも述べておりました。 FOMC ですけれども、今回インフレは一時的という表現をですね、声明から削除いたしました。11月の消費者物価指数 CPI が前年同月比の上昇率が 6.8% と約39年ぶりの高水準に達しているということで、人手不足から失業率は 4.2% まで下がっておりました。インフレの対応が後手に回るとの批判が出ていたということでございます。今回の、ね、FOMC ですけれども、なんといっても注目点がですね、2022年の3月にテーパリング量的緩和の縮小を、ね、終えるということ、そして2022年に3回の利上げ、さらに2023年にも3回の利上げを予定しているということですね、まあ、ここが一つの大きなポイントとなるわけでございます。さらにテーパリングの終了が2022年の3月にテーパリングが終了した後、利上げの次の利上げに対してはですね、まあ、すぐに行うということも言っておりましたね。なので、3月に利上げやテーパリングが終了した場合ですね、利上げは早ければ2022年の4月、そういうね、もう春先ぐらいの段階から行われるんではないかということでございます。でさらにですね、この今回の11月の消費者物価の CPI ですけれども、こちらが上昇率が39年ぶりの高水準ということですね、かなりですね、こうインフレ圧力が強まっていることがね、伺えるということですので、この FRB のですね、舵取り、今回のテーパリングの早期終了、そして利上げということも、ここはですね、必然的かなと思いますね。もちろんこう株式相場や仮想通貨市場にとってはですね、ネガティブに反応しやすいんですが、まあ、経済的なまあ正常化に、ね、つながるんではないかという、ね、見方もあるということでございます。それではですね、今回のこの FOMC の発表を受けた後のアメリカ株式市場ですね、こちらの方を見ていきたいと思いますが、ニューヨークダウですが383ドル高でした。 1.08% 上昇。ナスダックも327ポイント上がりまして 2.15% 上昇とですね、堅調に推移いたしました。FOMC の発表が日本時間の早朝の4時という時間帯だったんですけど、まだこの時間帯ですね、アメリカ株式市場はね、動いておりまして、それからですね、まあ、声明発表後2時間ぐらいのね、まあ、動く時間帯があったんですけども、
それを発表前まで軟調に推移していたんですが、発表直後ぐらいにですね、まあ、少し値を戻しというところであって、それからですねパウエル議長の記者会見の時間帯がですね4時30分ぐらいからだったんですが、まあ、それを時間帯こう過ぎたぐらいからですね値を戻してきまして、最終的にはですねニューヨークダウは 1% 上昇、ナスダックは 2.15% 上昇というね取引で終えました。こちらがですねアメリカ株のヒートマップになりますが、ご覧のようにですね緑がねすごくね目立ちますね。緑が上昇で、こちらの赤色がね値下がりなんですが、非常にこう緑の銘柄がね多くなっております。15日のアメリカ株式市場ですけれどもね、まあ堅調に推移いたしまして、FOMC でテーパリングのね縮小をテーパリングのね早期終了や利上げを決めたんですけども、3回の利上げをね決めたんですけども、まあね3回の利上げが想定内だったかどうかは分からないですけども、まあ、早期の利上げということは想定内だったというところ、まあね方法もまあ範囲内だったということで、 FOMC を通過した安心感からですね買いがね広がりました。ご覧のようにですね、ガファムで見ていきますと、マイクロソフトは 1.62% 上昇で、最近ね、直近最高値を更新していましたアップル 2.58% 上昇でしたね。Google もアルファベットも 1.21% 上昇、 Facebook、メタも 2.31% 上昇、 Amazon は 2.31% 上昇、その他の銘柄で見ていきますと、テスラ 1.71% 上昇、 NVIDIA 強かったですね 6.63% 上昇とね、半導体の NVIDIA 大きく上昇いたしました。このようにですね、株式市場堅調な推移ということでございました。それではですね、今度は仮想通貨市場のを見ていきたいと思いますが、ビットコインですね、8時15分現在 $48,783 ということですね。でイーサリアムは$4,006ということでございます。ビットコインは$48,000を回復、イーサリアムも$4,000を、ね、回復という水準でございます。日本円で見ていきますと、こちらですね、ビットコイン561万8000円ですね、 4.14% 上昇しています。イーサリアムは462,000円、6.35% 上昇というね、そういうね推移となっております。それではね、仮想通貨関連ですけれども、こちらですね、ビットコインですけれども、2022年の FOMC ですね、連邦公開市場委員会が利上げを発表した後ですけども、ビットコインはですね$49,000を超えて上昇しているというね、こういう記事でございます。ビットコインですけども、米国の連邦準備理事会が2022年に金利を引き上げ、債券購入プログラムを縮小するというね、テーパリングの縮小ですけども、ニュースに市場がねこれ迅速にね、反応いたしました。で12月の15日にはですね$2,000以上ねビットコインはね上昇したということですね。アメリカ株式市場よりもですね仮想通貨市場の方がですね早くね反応いたしました。ビットコインですけれども、$2,000以上ね上昇ということで、大変強い動きでしたね。まあ一体$49,000をね回復ということでございます。まあ現在はですね$48,870とですね、少しね、その時の価格よりは下がってるんですけどもね、まあ堅調にね推移しております。それではですね、仮想通貨の、ね、価格帯を見ていきたいと思いますが、ビットコインですね、561万8000円で、イーサリアムは462,000円ですね。でバイナンスコインですが62,152円と 5.4% ね上昇しております。さらにソラナ22,260円、 14.80% とね大きく上昇しておりますね。カルダのエーダも149円、 5.65% 上昇、リップル90円、 3.92% 上昇、強い上昇ですね。ポルカドット3131円、 7.78% ポルカドットは上昇しております。アバランチェの上昇がすごいです、 28.92%、 11,752円、 28.92% アバランチェ上昇しております。ドージコインは21円、 1.75% 上昇、テラ 8.51%、 こちらも強いですね、テラ 8.51% 上昇、7,028円、柴犬2% 上昇、 0.003円、
2% 上昇、センシバイン、ポリゴン 16.46%、 ポリゴンも上昇しております。243円 16% の上昇ですね。その他の銘柄で見ていきますと、ライトコイン 3.17% 上昇、 17,463 円、ユニスアップ 4.7% 上昇、 1,746 円、アルゴランド 6.38% 上昇、164円、トロン 1.69% 上昇、 9.9 円、それからビットコインキャッシュ 3.3% 上昇、 5,455 円、ステラルーメン 0.18% 上昇、30円、アクシーインフィニティ 7.13% 大きい上昇ですね、 11,510 円、ディセントランドマナ 7.69% 上昇、377円、そうですね、このようにですね、仮想通貨市場、アルトコインもですね、堅調に推移しているというところですね。一旦のこう底を叩いたところからの上昇という印象を受けますね。イーサレムクラシック 3.72% 上昇、4122円、サンドボックス 8.66% 上昇、573円、テゾス 2.69% 上昇、516円、このように堅調にね、上がっておりますね。やっぱり一旦のこう底値をね、確認したというところと、まあ、イベント通過という感じですよね。今年一番の大きなイベントでありました、FOMC ですね、こちらを通過したという、まあ、安心感といいますかね。クアンタム 19% 上昇、あ、これクアンタムじゃないですね、エンジンコイン 8.79% 上昇、282円、変身コインも強いですね、 8.79% 上昇、チリーズ 4.36% 上昇、32円、ベーシックアテンショントーク BAT 7.48% 上昇、127円、このようにですね、上がってますね。ネム 4.63% 上昇、14円、こちらですね、クアンタム 5.37% 上昇、1102円、時価総額100位までの銘柄ですけどもね、堅調にね、上がっておりますね。一旦の底値を確認したかなという感じですね。一つのイベントをね、通過したというところもありまして、相場的にはですね、まあ、安心感といいますかですね、そういう動きとなっております。パウエル議長のね、記者会見ですけれども、まあ、比較的ですね、まあ、柔らかい物腰であって、一時ちょっとね、多感的な強いこう感じだったんですが、かなり、まあ、柔らかくなってきておりましてですね、まあ、ちょっと、ハト派寄りかなという印象も受けました。まあ、政策はね、もうしっかりとすぐに決まっているんですけどもね、あとは、まあ、市場との対話ですね、まあ、いい感じでね、してくださっているかなというところでございます。今日はね、そういう感じでありまして、為替の方がですね、ドル円ですけど114円と015円ということでですね、FOMC の政策金利、政策発表した直後はですね、113円の80銭だった台だったんですけども、一気に上がりまして110円の25銭ぐらいまで上がりました。まあ、そこから今やや戻してきておりまして、114円を挟んだ動きとなっておりますね。ユーロ円は128円と71銭。ユーロ円もですね、ユーロが買われる状況となっております。そしてアメリカの10年債国債長期金利ですが、現在 1.458% ですね、8時22分現在。で、日経平均の先物見ていきましょう。日経平均先物は522円だからですね、日経平均株価もね、上昇しております。アメリカ株式市場、そして仮想通貨市場がですね、 FOMC を通過後ね、順調に上昇しているということで、本日の東京株式市場も堅調に推移することが予想されます。はい、以上、本日は2021年12月の16日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。